テニスが上手くならないのはストリングのせい、はてな。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今日もよろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっとお話をしたいのはそのストリングで、こうガッと今何を張ってるかっていうところに着目しながらですね、テニスの技術に応じて変えていった方がいいのではないかというお話ですね、差し上げていきたいと思います。まず、まあ、よくあるのが、私もコーチさせていただいてて、やっぱりこうまだ初心者だからとか、まだ全然テニス上手くないからね、こうガッと何でもいいってこう思いがちなんですけれども、わからないからこそこう少しずつですね、自分にこう合ったものを見つけていく作業っていうのは大事になってくると思います。まあ、初めからね、そんなナチュラルガットとかね、こう高価なガットをしていく必要はないんですけども、なんとなくこっちかな、これかなってしていくことでテニスの技術ですね、上がってきます。まあ、別の動画であのスイングロスについてお話を差し上げていると思うんですけども、テニスって技術、あとガットとの相性、ラケットとの相性、これによって全然こう上がっていく度合い、レベルアップしていく度合いがですね、違ったりします。もちろんその方それぞれの取り組みとか考え方も入ってくるんですけども、客観的な材料としてそのスイングロスをなくしていくっていうのは、こう平等に与えられた権利だと思うので、できればちょっと自分のガットをこう見ながら、こうどれがいいのかなとか、あ、こうした方がいいのかなっていう、もう憶測とか予測でいいと思います。それでちょっとずつ変えていかれることをお勧めしたいと言って、こちらですね、上げさせていただきました。4つほど上げてますので、よろしければご視聴ください。では行ってみましょう。ほい。1つ目ですね、これまあどのメーカーさんにもこうあるんですね。一番廉価版、お手頃価格でちょっと安めになってるストリングです。で、今回は特に一番ベストセラーの人気ストリング、でこちらの方ですね、代表として挙げさせていただきました。はい、ミクロスーパーです。はい、こちらのガットとても優秀なんですね。迷った時はミクロスーパーってメーカーさんも言ってるぐらい。ただしずっとこれをこう使い続けていく、まあ、各メーカーさんね、同じようなこうシンセティックガットあるんですけども、とこうやっぱ実際のそのいいか悪いかもわからない状態で使っていくことになるので、ずっとこう同じのこのミクロスーパー、もしくはそうですね、他社のメーカーさんだとどんなのがあるんだろう、まあそのシンセティックガット、だいたい2000円弱ぐらいのお値段で、あると思うんですけども、それ使ってっても実際いいか悪いかわからないので、まあこのままでいいやってなるんですけども、やっぱりガットってちょっとお値段上がっていった方がこう反発力とか、あとは打球感ってこう良くなっていきますので、まあ、こちらミクロスーパーさん、ゴーセンさんのこうシリーズでいくと AK プロとか、あとはテックガット、打球感とか飛ぶ力が欲しいのであれば、まあ、こういったストリングで、ね、使っていかれるといいと思います。他社さんでもいいので、他社メーカーさんでもいいので、こうちょっと違うグレードのストリングですね、こう貼っていかれると、良いと思います。結構ちょっとした違い、あ、こっちの方がいいかな、良くないかなっていうのが分かるだけでも、初心者初級者の方でも変わってきますので、ただこうラケット振っててボールが効率よく飛んでいくっていうわけではないので、ちょっとそのストリングですね、ちょっとこう、まあ、サービスガットとかこうね、安い価格帯のストリング貼られているようであれば、ちょっと違うものにトライしてみてはいかがでしょうか。2つ目はテクニファイバーさんの XR3 です。まあ他のストリングもあるんですけども、とにかくこのポリウレタン、柔らかくなる素材が配合されてますので、手元の感覚ってすごくいいんですね。でやっぱこう打感もこう掴むような感じで、手元の感覚が良くて自分のこのタッチの感覚を養っていくことができるんですけども、これ個人的な感想ですよ。やっぱりちょっと反発力に欠けると思うんですね。こうパーンって打った時にこう飛ぶ力ちょっと球持ちしすぎてるって言った、僕はそんな印象を受けるので、まあ実際こういったストリングを貼られたお客様にも他のガットをですね、お悩み相談とともにご提案差し上げたんですけれども、ちょっと反発力を求めてた。例えば自分が練習しててなんか結構いいボール打ってて、レベルそんな変わんないのになんか簡単に返されるなとか、これはいつも決まってるはずだったボールなのになんか返されるようになったなっていうのは、おそらく打球感が良くても反発力に欠けるためボールがうまく伸びてないってね、状態だと思いますので、もしそういった疑問を感じられた場合は、はい、
もう僕大好きでしょうがないんですけども、テクニファイバーさんの X1 バイフェイス、こちらを使っていかれることをお勧めします。で、毎回毎回ね、僕いろんなストリングの動画で、この特に別にお金もらってるわけでも何でもないんですけども、ご紹介差し上げてるのは、やっぱりナイロンマルチで一番クオリティが高いです。こう網目もこう細かく、芯にこう細かくこうね、編まれてるので、反発力と打球感を両立させることができます。で、こちらも毎回ね、聞いていただいている方、毎回で申し訳ないですけど、4種類ゲージがあるので、 1.18、 1.24、 1.30、 1.34 とありますので、太さによってね、自分の好みの打球感と反発力を常にこう共存しながら両立していけるというような形になりますね。少し XR3、ね、もしくはその価格帯に近いガットでお悩みの方は、一回こう X1 バイフェイズ使っていかれると、良いと思います。まあ、マイクロナイト、イソスピード、こちらの方もちょっとこう似たようなシリーズになってますので、もしよろしければそちらの方お試しいただいてはいかがでしょうか。反発力大事ですよ。3つ目はポリガットに来ました。 RPM ブラストです。これやっぱワウリンカ選手とかナダル選手こう使ってて、やっぱこう RPM ブラストってとにかくスピンがかかって強いボールが打てるって思いがちなんですけども、これ実際にブラストを使っていって腕が痛くなったりとか、なんかこういいんだけども疲れてしまう、あとは試合になった途端にパフォーマンスが上がらなくなったっていうのは、もしかするとこの八角形の形状が合ってないのかもしれません。それは合ってないっていうのは、そもそもの自分の技術に対してなのか、それともテンションだったりするのかは分からないんですけども、それはもうその人によってくますよね、来ますよね。なので、だからそういった場合は、少し僕がご提案差し上げたいのは、五角形のストリングに変えていく。五角形といえば、ヨネックスさんのポリツアースピンだったり、ソリンコさんのハイパー G ツアーバイトだったりしていきます。こちらの五角形貼っていくことで、接地面が五角形なので、こうちょっと細くなりますよね。その分ボールにこううまく当てると威力が上がりますし、回転もかかってくるようになりますので、少しブラストで硬いなって方ですね、特に130使ってる方は125に落とすとまた変わると思うんですけども、まあちょっと五角形使っていかれる。でもどうしても八角形にこだわりたいなって方は、ポリツアーレブとか、ブラックコードとか、少し打球感の柔らかめの八角形を使っていかれるといいのではないかなと思います。まあ個人的な意見なんですけども、結構例えばアエロを新しくなったじゃないですか、ちょっと前に。そしたらやっぱりアエロで前まではブラストが良かったんですけども、その特殊なこのボール飛ばす構造になってるんですね、アエロって。でそのそこがやっぱこう、要は振動を吸収しながらこうボールのたわみをこうよりこうガットが動いて反発力を良くするみたいな構造になったがために、ブラストよりもツアーバイトの方が合ってるといったお客さんも出てこられてるので、もしよろしければお試しください。さあ最後4つ目です。最後4つ目はアルパワー、またはアルパーラフです。これですね、結構打球感がいいって使いながら、こう当たった感じが好きで実はボールが伸びてないって方もいらっしゃったりします。で、まあ、これはまあお悩み相談というか、相談を受けた時に他のガットをご提案差し上げた時のケースだったりするんですけども、実際素材がこのアルミなんとかっていうのが配合されてますよね。その分やっぱこう手元の衝撃って結構強くなってくるんですよ。だからスイングスピードがめちゃくちゃ速い人であればいいんですけども、そうじゃない人って実は性能を生かしきれてなかったりする場合があるんですね。もう好きで使ってる場合いいんですけども、なんかいまいちパフォーマンス上がらないなとか、体への負担が大きくなったって時はですね、ぜひまずゲージをですね、の細いのも出てますので、細いゲージを選んでいかれると、125とか130とか選んでいくと、切れる方はもちろんそうなんですけど、切れなかったりとか、切れるまでに腕の負担が強くなってしまう方、あとはこう試合に出た時に、あれってスイング速いとボールがグイッてこう潰されるんで、ついてから威力があるんですけど、簡単に返せられてしまうこと、それはやっぱり加速してなくてスイングロスが大きくなってますので、ぜひですね、違うゲージまたは違うストリングに変えていかれるといいと思います。個人的にはエレメントとか、まあ、あと 4G とかでも良いと思うんですけども、とにかく
ストリング自体はいいストリングなんですけども、やっぱりスイングスピードがしっかりしてないと、ボールがしっかり加速して、ラケットがしっかり加速していかないと、ガットの性能が十分に発揮されないっていう点に留意しながら、はい、いろいろとゲージ変えたりとか、ストリングですね、ちょっと種類変えてみたらいかがかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあその人のレベルとかプレースタイルとか、今目指していく目的によってですね、このストリングの好みの傾向って変わってくると思うんですけれども、まあ実際、まあ、いつも話してますけど、歪まない、切れない、ね、そういったものがこうあんまりこう練習しても起きない人は、まあ、合ってない可能性がありますし、まあ、あと体の負担とかも考えながら、ご自身に合ったストリングですね、選んでいかれると良いと思います。はい、まあ、とにかくガット一つでこうプレーも大きく変わってきたりしますし、でまず忘れてはならないのは、張り替える頻度は必ず2ヶ月以内ぐらいにとどめるようにしてくださいね。やっぱりこうね、新しい方がパフォーマンス発揮しますし、外のオムニコートとか、もちろんクレーとかもそうですけどね、こうホコリとか砂とか泥が付着してしまうと、まあ、学校の校庭って一番多いですけども、ガット自体の性能がもうダメになってしまいますので、賞味期限切れのものを食べてるような、ことと似たようなことが起こるのかなと思います。はい、よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。江戸川区市川市浦安市幕張美浜稲毛海岸方面でレッスンイベントもやっております。ジュニアの育成も素晴らしいスタッフのもとやらせていただいてますので、もしよろしければ概要欄、こちらテニシングからお問い合わせください。それではさようなら。